おはようございます。今日はね、2022年、2023年3月27日ね、朝のレシピね、ですね、ソーセージと野菜のね、ガーリックチーズ炒めね。ニンニクとね、チーズとオリーブオイルだけなんですが、美味しく仕上がりましたので、ね、ちょっと、あれね、出先でね、時間が取れたのでね、こちらだけ収録してね、公開するの多分どんぐらいになるかわかんないけど、ちょっとあれしようと思います。まずね、キャベツの葉をざく切りね、しめじを薄切り。朝ごはんにね、起きて朝ごはんにちょっと簡単に作れるものでね、作りました。それでしめじを6分の1パックをしめじ、あのキャベツのざく切り、しめじを、石づきを取って小房に分けて6分の1パック、ソーセージ1本を輪切り、ニンニクをみじん切り、ニンニクの匂いがつかないように、キャベツの葉、しめじ、ソーセージと切ってニンニクの順番がいいですね。オリーブオイル大さじ2分の1を炒めた、熱したフライと、ニンニクをね、熱した、みじん切りにしたニンニクを熱したフライパンで、しめじ、ソーセージとしめじを炒めて、あれで炒めて、キャベツの葉を合わせ炒めて、シュレッドチーズをね、炒めながら全体を伸ばしてね、これ冷凍してたんで、ちょっとね、伸ばしにくかったんですがね。で、盛り付け完成です。一緒に飾ってあるパンはね、ライ麦パンとね、手作りイチゴジャムですね。作り置きのね、今回作ったやつです。では、ありがとうございました。